ちょっとご挨拶のところだけカメラをオンにさせていただきます。日本ラクルで事業開発を担当しております谷川と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。今日はウェビナーの配信に関しましては、この後ですね、カメラをオフにしてそのまま進めさせていただきたいと思いますので、最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。それではセッションの方を進めていきたいと思います。本日は、あの、 初めての OCI と最新情報ということで共有させていただきます。えおそらくあの初めての OCI、本ウェビナーをですねあの以前にもご参加いただいたことのある方がもしいらっしゃれば、前半部分というのはあ概ね同じような内容となってはおりますが、え最後の方に最新情報をです、ね、いくつか加える形でのご説明となります。特にあの入門再入門ということですので、えー、OCI についてのお話を、えー 特徴も含めていろいろお話をさせていた網羅的にお話をさせていただきながら、最新情報へと、えー、進めさせていただく予定でございますので、えー、お付き合いの方をよろしくお願いいたします。ではまず、えー、OCI とはというところからですね。 えまあ私どもオラクルは長年にわたってその企業システム企業の情報システムっていうところにさまざまなテクノロジーですとか、まあ、イノベーションをご提供させていただくということを続けてきたわけなんですけれども、えー、従来からですねあのデータベースを中心として多くのお客様にご活用いただいておりますがさまざ、あ、まなテクノロジーの変化が時代とともにありまして、まあ、最近ではその クラウド化がずっと続いて、さらに最近は AI とかですね、そういったところまで広がってきているというようなところでございます。でその中で、クラウドのプラットフォームっていうのは、もう最近の一番重要なインフラストラクチャーというふうにも言われてきておりますが、弊社のサービスとしては、オラクルクラウドインフラストラクチャーという形で、真ん中の部分ですね。 パースの部分をご提供させてていいいいただいているというとうころです。また、あのいわゆる ERP ですとか、HCM を s a ス s でご提供させていただくようなサービスも取り揃えておりまして、これはあの今回のウェビナーの中からは、えー、含まれておりませんけれども、えー、網羅的にすべてご提供しているというのが OC、オラクルクラウドの全体像ということになりますので、ご承知をいただければと思います。今日は、中核となっている OCI のインフラの部分ですね。 でえー、先月5月末現在にはなるんですけれども、オラクルクラウドインフラストラクチャーのサービスは、ト、えータル、まあ、で、えー、大きな項目にはなりますけれども、141サービスということで、さまざまなカテゴリーで、えー、細かくですねいろんなサービスが提供されていますので、えー、実際あの、見ていただくと分かる通り、もすごく網羅的にあの取り揃えているということがありますので、それらを加え、えー、組み合わせて、OCI のエコシステムで、えー インフラを組んでいいただくということが可能なな形になっておりますこれはデータベースだけではなくて、そのアプリケーション開発のプラットフォーム、マイクロサービスであったり、デベ v ップスであったりとか、そういうところまで網羅的にカバーしているというのが現在の CI のサービス一覧でございます。で少し数字という観点で振り返ってみてみますと、 これはあの公開されているマニュアルの情報ベースに積算しているものになりますが、2020年、ちょうどコロナ禍の始まった頃ですかね、そこからもずっと継続的に、この前からあのリリースはしておりますけれども、継続的に機能開発を進めておりまして、それぞれ毎年何かしらの大きなアップデートが。 ありつつ、えーまあ、大体300以上をですねコンスタントに、えーまあ、これはあくまで中期中項目レベルでの数になりますが、えー、これだけの、えー、開発投資をして、えー、リリースさせていただいているとで2024年はまだあのちょっと4月までの数字になりますけれども、えー、特にオラクルデータベースのですね最新バージョンの 23AI というものをリリースさせていただいて、えーまあ、ますますですね今年も多分数がいろいろ増えていくんじゃないかなと。 いうようよなところでございますでこちらがその OCI のクラウドサービスをご提供させていただいているリージョンいわゆるデータセンターのところがどれで世界でどれぐらいあるかというところを示した図になっております。えー、こちらの絵ではですね2024年の2月現在になりますが48リージョンを提供中で。 ままだ計画中のところもいくつかありますでそれがあのまた近日ですね、えー、オープンになるかなと思いますけれども、えー、日本に関しましてはあ東京と大阪で一番最初あの2016年ぐらいの頃にはあのー、東海岸の方に数箇所というようなところからスタートして、えー、どん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 増えてきたわけなんですけれども数としてはあの非常に多いところになるんじゃないかなと思います。でこれが、あのー OCI のですね、えー、最初の、まあ、GEN2 と呼ばれるようなリージョンからなんですけれども、えー、この o c i のリージョンの拡張というのがどんどん,どん,どん進んできている状態で、えー、今年も、えー、かなりの数が、えー、リリースされてくるんじゃないかなというふうに、えー、予想しております。まあ、これだけ、えー、グローバルでもニーズが非常に高くありますので、どん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 ここがまだ増えていく、さらに。 というようなことも言われていますので、ますますあのクラウドの利用というのは、全体もそうですし、あの弊社のサービスとしての利用の幅もすごく広がっているということがご理解いただけるんじゃないかなと思います。でこういった OCI なんですけれども、私どものほうで提供させていただいている OCI はいわゆるクラウドのパブリッククラウドのサービスをご提供させていただくというにとどまらずにですね、 分散クラウド戦略というストラテジーをベースに展開をさせていただいております。で、私どものクラウドのサービス自体はもちろんですけれども、それをこちらの図にありますとおり、左上ですと、マルチクラウドという考え方で、例えばオラクルデータベースをマイクロソフトさんの Azure の上で動かしたりですとか。 そういったようなマルチクラウド連携のもとに、他プロバイダーと協力してサービスをご提供するということもやっておりますし、もちろん左下のパブリッククラウドは、今ご説明してたような弊社が運営をする形でご提供しているものですね。で右上のほうにハイブリッドクラウドと書いてありますけれども、これはあのクラウドサービスのマシンをです、ね、お客様の環境に、えー 配置させていただいて、お客様の社内システムにお使いいただくという、クラウドアットカスタマーというモデルですね。こういったあのハイブリッドクラウドもございます。ハイブリッドクラウドというと、クラウドとオンプレミスを接続して、ハイブリッドクラウドという考え方もありますし、まあ、こういったあの配置をすることで、クラウドを自社環境に持ち込むというような形でのクラウドもご提供しています。 また、右下にデディケーテッドクラウドという形で書かせていただいておりますが、後ほどまあ少し出てくるとは思うんですけれども、オラクル・アロイというですねサービスのように、OCI のフルのサービスすべてをお客様のデータセンターで稼働させていただいて、お客様ご自身がそれをファブリック、社外にそれをご提供、し自社のサービスと組み合わせて提供していけるというような、そういった配置の仕方も可能となっています。でですので あくまでパブリッククラウドのサービスをただ我々がご提供するというのではなく、さまざまなニーズに合わせて、いろいろなデプロイメントという形で提供できるというのが、私どものストラテジーとなっております。ですので、単純なサービスだけじゃなくて、お客様のデータに対してセキュリティ上ですね、どうしても自分たちのところで持たなきゃいけないということであれば、そういったようなデプロイメントも可能であるというふうにご理解いただけるといいのかなと思います。 はいということで、ざっくり OCI とはどんなものかあの、えー、ご説明をさせていただきましたけれども、オラクルクラウドインフラストラクチャーの特徴のほうに、えー、お話を移していきたいと思います。OCI の特徴ですね、一言で言ってしまえば、あの堅牢なクラウドと。 いう少しこう、ぎょぎょしい言い方ではあるんですけれども、硬いとかです、ね、頑丈とかそういう意味ではないんですね。なぜその堅牢という表現ができるのかというのが、まあ、大きく3つになるんですけれども、1つ目はミッ,ションミッションクリティカルなワークロードに対応していること、それから2つ目が非常に高いセキュリティ三3つ目が圧倒的なコストパフォーマンスということで、3つの観点でこの堅牢なクラウドという表現をさせていただいております。 これはあの1つずつですね、ご説明していきたいなというふうに思いますが、まず1つ目、ミッションクリティカルワークロードに対応しているというポイントですね。ミッションクリティカルシステム、決してあのミッションクリティカルというと、すごく大規模で、長大なシステムかというと、必ずしもそうではないと思います。もちろんそれも含まれますが、 えー、事業を支える上で根幹となるような自社システムっていう形でいけばそれがミッションクリティカルシステムというふうに表現もできますので必ずしも規模が大きいだけではないというふうな前提でお話をさせていただきますが、えー、こういったその事業にとって非常に大切なシステムっていうものをクラウド化していくっていうことがあ、まあ、なかなかこう難しいというふうに言われるんですけれども、えーまあ、段階的にですね まずクラウドにそれを持っていくこと、そこからさまざまなシステムにこう改善を加えていくことで、よりその広げていくということができるわけですね。ですので、この図の迅速かつ安全なクラウド移行といっているのがまあファーストステップで、そのミッションクリティカルなシステムを上に上げてからどんどん,どん,どん拡張していくというのが一つ DX、うん、右側の部分になってくるのかなと思います。もちろん、一足飛びに DX のためにクラウドで新しく 作るっていう考え方ももちろんあると思いますので、ここはもうあの方針次第かなというところはあるかと思います。で、まあ、このミッションクリティカル、やはりどうしてもあの、まあ、弊社がもともとデータベースをベースとしてあの事業を展開させていただいたというのがスタートの頃にありますけれども、ただ、あの、 やっぱりどんなシステムであってもデータベースの部分というのは非常に重要なところになりますね。ですので、すでにあの多くお使いいただいているオラクルデータベースをそのままクラウドにあの持っていっていただくことができるというのが一つ特徴でもあるのかなと思います。でえー、もちろん、希望に合わせてですね、一番左のベース DB と呼ばれるそのデータベースのサービス。これはあの ラックにリアルアプリケーションクラスターで効果要性にも対応しているようなサービスもございますし、真ん中にありますそのエクサデータですね、あらゆるワークロード、これこそまさにその大規模なワークロードに対応しているようなものを、ここをカバーするためのサービスも準備しております。また一番右側のとこころですねこれはあの 運用管理コストを大幅に抑制するという意味でも、自立型のデータベースということで、パッチメンテナンスみたいなものがすべてオートメーション、オートノマスで自立化して動くことができるというようなサービスもご提供させていただいております。 でミッションクリティカルの対応という意味では、欠かせないのがもう一つ、高可用性ですね。今申し上げたようなのは、その性能の部分にはなるかと思うんですけれども、可用性という意味では、このリアルアプリケーションクラスターズ、データベースのアクティブアクティブでのクラスター機能ですね。こちらの方は、クラウドのサービスとして提供しているのは、基本その OCI だけということになっています。まあ、あのマルチクラウドという観点でですね、現在、Azure の方でも、 データベースサービスを提供できるようになったので、まあ、そこでもそういう意味では、ラックをお使いいただけるという形にはなるかと思いますが、リアルアプリケーションクラスターであったり、BCP ・災害対策用途の東西2拠点みたいなような構成をするデータガード、こういったものは、ですねデータベースの機能として従来からご提供させていただいているもの、これを OCI の上でも積極的にご活用いただけるというようなところが1つあるのかなと。 思いますえー、先ほどまああの性能面の話はもう話したというような言い方をしてしまってはいるんですが、あの可用性と、えー、性能というものはある程度、やはりその同時同、えー、両立して、えー、提供されなければいけないということはあると思いますので、まあ、あらゆる性能要件に対応するということもやっぱり必要になる。という意味では、そのオンプレミスでいわゆる、えー、今まで専用機で,です、ね、ものすごくこう、 コストをかけていたようなものであったとしても、そのピーク値で、えー、システム設計をせずにですね、えー、そのあらゆる性能を担保するような環境に持ち込むことで、うまくそのリソースを最適に使っていくということができる、まあ、それをカバーできるだけの、えー、データベースのプラットフォームは持っていますよというところです。 でここで一つ事例をご紹介しますけれども、ピア様ですね、あのチケットピア、チケッティングシステムなんかでサービスをご提供されていますけれども、えー、このシステムのデータベース環境、これをオラクルクラウドインフラストラクチャーにシフトするという事例のお話になります。あのもちろん、公開要請のラックの部分というものが重要であるというのはもちろんなんですけれども、やはりその 繁忙期とか閑散期というのがシステムにあるわけで、い今までオンプレミスだと必ずその最大値に合わせたサイジングで機器ですとか、あのー、購入しなければいけないということが一般的でしたけれども、えー、繁忙期ですとか閑散期にこう合わせてリソースの使用量というものを調整することで、えー、使ったら使った分だけの、まあ、コスト、最適化というのが図れる、まあ、これ、1つのポイントになっていますね。でですので まあ、チケットシステムの購買のシステムという意味ではあの、皆さんもイメージつくかと思いますけども、非常にこう負荷が集中するようなあ大変なシステムにはなるかと思いますので、えー、ぜひですね、こちらの方はあのいい事例として見ていただけると面白いのかなと思います。でもう一つですねあの、これ結構最近あの発表させていただいている、えー、パナソニック様の事例ですね。えーまああの グループ全社向けの社内システムなので、まあ、従来あのエクサデータというマシンをご利用いただいてたんですけど、17台で構成されていた2000以上のデータベース環境、これをオラクルクラウドにシフトすると。まあ、あのニュースリリースのページにも書いてあるんですけれども、あの利用者1万8000人いるようなシステムで、まあ、60以上。 の関,係関連システムと連携して、30テラバイトのデータを含むような国内の可燃販売に関する情報のシステムもあったりするわけなんですけれども、それを一元管理している販売統計分析システムですね、こちらの方の移行が2024年2月に完了していますので、それも含めてその他にたくさんのシステムが移行されていると。 まあこれで従来構成に比較すると、年間7000万円のインフラコスト低減というものが見込めるということも、ニュースリリースの方でお客様の方から言及されている部分かなと思います。こういった形で,ですねミッションクリティカルであっても、クラウド化していくということができるというのが、一つ事例からもお分かりいただけるのかなと思います。でもう一つ、最後の方にお話ししますけれども、オラクルクラウドの中で v m a r e がサービスとしてて提供されていますこれの、あまりご存じない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、えー、VMware を取り巻く環境というのが、今、なかなかいろいろな厳しい状況もあったりすると思いますけれども、えー、オンプレミスの VMware の環境、これを弊社のサービスのところに、そのまままるっと持ってくるということができるわけですね。 まあこの辺あたり、特徴も含めていろいろあるんですけれども、ちょっと後ほど少しだけえ補足する形でお話をさせていただこうと思います。あの今の段階では、オラクルクラウドの OCI の中には、VMware をそのまま使うことができるサービスがあるっていうようなイメージで、ご理解いただけると十分なのかなというところですね。 で今あの、クラウドに持っていくミッションクリティカルなシステムをクラウドに持っていくという観点でお話をさせていただきましたが、まあ、データ活用をさらに促進するという意味では、えーまあ、コンバージドというようなコンセプトでのお話もさせていただいております。あのデータが分散するということでシステムを組まれるというのももちろんあると思うんですけれども、よりその さまざまなデータタイプを1つのデータベースの中に入れ込むことで、例えば JSON フォーマットのデータを入れつつ、トランザクショナルな RDB のテーブルのデータというものとうまく組み合わせてデータ分析をするなんていうようなときには、シングルデータプラットフォームという考え方でシステムを組むというのも一つ重要な要素なのかなと思います。まあ、そういった意味でご提供させていただいておりますのが、オートノマスデータベース。中でもあの データウェアハウスに特化したオートノマスデータウェアハウスなんかはよくお使いいただ,けるおお使い,い,ただいている、えー、一つの仕組みなのかなと特にあのオートノマスという単語がついているように運用管理コストを大幅に削減してより内製化を進めていくという意味では、えー、一つ重要なキーになってくるのかなと思います、えー、事例としてご紹介させていただきますとアルペン様ですね えー、半年ぐらい前にあの弊社のイベントでもご登壇いただいて、えー、ちょっと一般的に、まあ、その場でしか共有できないようなあの重要なお話というか、あの非常に参考になるお話もしていただいたりもしたんですけれども、えー、アルペンさんはですね、特にそのデータドリブンな経営をするという意味で、そこの基盤にオートロマ,マスデータウェアハウスをご採用いただいていると。 まあ特にあの内製化を進めていく上で、どん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 えそこを促進していくという意味で,で、非常にいい成果を出されておりますので、よりその低コストで性能が良くて、運用管理コストを下げつつ、より人に投資できるというところは、すごく要素としてもいいのかなと思いいますこれれぜひご参考いただければと思います。 とということで、ちょっとあの話しすぎたかもしれませんけれども、えー、ミッションクリティカルなワークロードに対応するというところで、えー、堅牢なクラウドの一つの要素をお話しさせていただきました。続いて、非常に高いセキュリティということで、えー、お話を続けさせていただきます。えー、実はあのオラクルが、まあ、これはあのオンプレミスに限らず、クラウドも含めて言っていることではあるんですけれども、セキュリティに非常にあの 投資開発研究開発投資というものをしております。で特に OCI につきましては、設計段階からそのセキュリティを前提とした、セキュリティの強化を前提とした設計で一から作っていますので、まあ、自動化されたセキュリティであったり、データ中心のセキュリティであったり、セキュリティバイデザイン、これはあの今申し上げたようなところですね、が組み込まれているというのが大きなコンセプトになっております。で 1で一つ、セキュリティバイ・デザインって今申し上げましたけれどもお、例えばここで書いてある一番右側のですね強制的に暗号化する、まあ、要は暗号化をオンにするとかいう考え方ではなくて、もデフォルトで全部セキュリティ暗号化がかかってるんですね。で性能もそれに対して、えー、カバーできるように設計はされていますし、まあ、例えばその一番左側ですね、あのー、テナントの分離なんかのところでいきますと、あのー 従来型のクラウドのサービスでいくと、いわゆる仮想化の技術のところっていうのが、ネットワークの仮想化が、いわゆる物理サーバーの中に入っていたりして、えー、例えばそのカーネルであったりですとか、そのプロセッサーのバグに起因したようなもので、えーまあ、何かセキュリティの事故が起きた場合は、えー、物理サーバーに乗っかっているテナントすべてに影響が出るというようなところが、まあ、ありうるんですけれども、えー、これを完全に分離することで、 えー、ネットワークの仮想化を外に出して、えー、テナントを分離するということで、セキュリティがすごく高いレベルで実現されているというのがあ特徴ですね。従来型だと、やっぱそういうところは実現できてないのかなというところです。で、またあの自動化されていくということも大事ですので、えー、いわゆるあの真ん中にあるような、そのベストプラクティスはあらかじめもう自動で、パブリックアクセスは不可ですとか、そういうルールをです、ねえー、自動的に設定するようなこともありますし、 リスクあるるよううな設定というものを自動的に検知する、まあ、こういったような機能も提供しております。で一番右側のところにあるのはあのよりそのランサムウェアすごく多いですよねあのランサムウェアで、えーまあ、攻撃された環境でも、えー、自動化されているそのバックアップとかそういった環境からリカバリしていくことで迅速にこうサービスを復旧させるっていうようなことは重要になってくるかなと。 自前でやっぱりこういうところ全部作るってなると相当なあの負荷もかかりますしいざ何か事故が起きるっていうと1ヶ月こう復旧できないとかいうことも普通にありえますので、えー、こういったところはもうそれがないように、えー、組まれているっていうのはすごく大きなポイントかなというふうに考えておりますまたあのデータ中心のセキュリティという意味ではあの弊社長年そのデータベースという観点で、えー ご相談させていただいているところがありますので、さまざまなアクセスに対してのセキュリティというのをデータ中心に考えるという形でも、えー、ご提供させていただいております。あの従来あの、多くの企業の場合ですと、セキュリティ対策って相手に合わせてこう外部からアクセスを制御する、いわゆる境界防御と呼ばれるようなあの考え方で、えー、セキュリティを設計するんですけれども、やはりその内部不正であったり、そういうところへの対応というのは、まあ、 あのしっかり考えていかなければいけない、だから単に外部からの攻撃に対してデータを守るんではなくて、内部からの攻撃にもちゃんと対応できる、そういったような考え方でシステムを組めるように、それぞれこちらに記載しているようなサービスをお提供しているというようなところでございます。かかかから説明してしてまままうとももののすすすごく時間がかかりますけれどもこれどこたあのセキュリティの、えー、ウェビナーなんかはですね、えー 再来,週来週ですかね、26日水曜日のクラウドエミナーはこちらで、えー、セキュリティの話が出てくるかなと思いますので、ぜひご参考ください。それぞれの、えー、サービスはかなりですね、 無償という言い方をするとあれなんですが、デフォルトで最初からついてます。ですので、まあ、一部オプションで優勝のものもありますが、えー、基本的にすべてデフォルトで組み込まれているということになるので、これはあのリスクをヘッジする意味でも、プロテクトする意味でも、えー、最大限ご活用いただけるんじゃないかなという一つポイントになりますね。 で事例としてはあのマイヌット様ですね、あのオンラインゲームの提供をされている会社様ですけれども、おいわゆるそのゲームタイトルにこう起因するようなバグをついてくるですとか、外部からの攻撃って結構多かったりします。で、セキュリティのその穴を埋めるためにもちろん最大限やっているとはいえ、ヒューマンエラーであったり、まあ、見逃しであったりということもゼロではないと思うんですよね。 ただそういったところをリスクと捉えて、いち早くそう,あのそういう漏れがないかということを検知して、えー、適用してっていうことで、まあ、セキュリティの機能だけじゃなくて、ガバナンス自体を強化できるという意味では、すごく、えー、いい事例なんじゃないかなと思いますあの。こういったところを人の意識も含めて、えー、社内で醸成できるっていうのは、すごく、えー、有効なケースなんじゃないかなということで、参考までにご紹介させていただきました。 それから3つ目ですね、今までお話しさせていただいたのがミッションクリティカルワークロードに対応することで非常に高いセキュリティで堅牢なクラウドを実現している。ただ、それだけでは、あの、 やはりコストトのの面が気にななると思いますので、まあ、圧倒的なコストパフォーマンススですねあのコスパという単語で言ってしまうとただ安っぽく聞こえてしまうんですが単純にリーズナブルであるということはもちろんありますけれどもそれに対してその金額に対して高い効果があるかっていうことの方が重要なんですねそのあたりを少しお話しさせていただきますと先ほど少しお話ししましたが従来型のクラウドだとこうネットワークが無にされていないみたいなそういう話をさせていただいたんですけれども 1>, まあ1つは、階層型ネットワークという形を取っていたのが第1世代のクラウドなんですね。でこうすると、どこかのテナントとかサービスが帯域を使うと、オーバーサブスクリプションといって、の他のテナントに影響を与えてしまうという、いわゆるえノイジーネイバー問題と呼ばれてますけれども、そういった形でお隣さんにご迷惑をおかけしてしまうというようなことがまあ多々あると。でただ、OCI の場合は、右側に書いてある通り、 えー、このようなあスパイアンドリーフというネットワーク構成をとっておりますので、まあ、あらゆるサービスが2ホップス以内で、えー、アクセスするということが可能となっています。ですので、低遅延で、まあ、アクセスして、まあ、オーバーサブスクリプションも発生しないというところが、まあ、安いから性能が落ちるということでは決してない。これがあのあの パフォーマンスとしてですねコストに対してしっかりとした性能を提供できるっていうのがポイントになっているのかなというところですね。決してその安いから性能落ちてもいいっていう、まあ、そういう考え方も一つだとは思うんですけれども、えー、決してそういうことなんかはこう最初から除外してサービス安定的に提供できるようにと、まあ、そういうような設計になっているっていうのが、まあ、コストパフォーマンスにも跳ねてくるというところですね。 えーまあ、そういった意味で、あの業界初の SLA というものを定義させていただいておりまして、まあ、他社さんに比べて、まあ、可用性に関しては、えー、もちろん SLA という形で出しているところもありますけれども、まあ、性能面、管理面というところを SLA として明示して、えー、社外にページとして公開させていただいているというものがございます。あの細かいところは、ですね、えー、右下の方に u われる回でございますけれども、えー、ウェブページの方から SLA の詳細な中身については、 ご確認いただけるのかなということで、えー、ぜひこちらもご覧いただければと思います。はい、またあの、えー、コストパフォーマンスという意味では、これがまさにその数字の部分なんか出してますけれども、えー、他社クラウドに比べてですねそのオラクルの強みとしては、えー いわゆる一番使われるようなそのコンピュートであったり、ストレージネットワーク、こういったところのコストが圧倒的に差が出てくるというところなので、すべて他のサービスもさまざまなものをご提供していますが、やはり利用頻度の高い、こういったサービスっていうのは、すべて低価格帯で実現して提供しているということがございますので、ここは一つ、実際のご商談でもよくあのお話をいただくポイントの一つかなというところでございます。 で、えー、柔軟性という観点ですね。まあ、ここがあのコンピュートを一つ例にお話しますけれども、えー、柔軟性という観点でやはりコストパフォーマンスを語るという意味では、ある程度フィックスしたあ可変的な、えー、選択肢だけでは、えー、やっぱり足りないということですね。例えばあの、4CPU の環境では足りないんで、じゃあ次、 もう少し上げようとすると、実は次 8CPU しかなくて、えー、費用が倍になりますっていうと、まあ、その分なんか、えー、せっかくクラウドにしたのにみたいな、あちょっとこう、不満に思う部分は絶対出てくると思うんですよね。でところがあの OCI のコンピューターの場合は CPU 数とメモリ量っていうのをかなり細かく柔軟にカスタマイズすることができるっていうのがポイントとなっています。ですので、本当に最適なものであればそこに合わせて細かいシェイプの設定で無駄のないリソースとそれをベースとしたコストに跳ねてくる部分をお使いいただけるというところが大きいのかなと思います。 これはあの、開発部門の責任者がこの細かく変えれるのはすごくこうお気に入りなんだっていうふうに自慢してたのが、えー、数年前のフラグシップイベントのところで発表になったときに言ってた部分でありますね。非常に私自身も印象的な話でした。で次に、えー、オンプレミスとつなぐ場合でのー、まあ、データ転送コストですね。 まあ、アウトバンド通信っていうふうな単語でよく言われますけれども、割とその1回クラウドに行ってしまうと、アウトバンド通信のことをそんなに考えずに行くんですが、えー、オンプレミスとつないで、やっぱりクラウドのデータをオンプレミスに落としていきたいよっていう話になったりですとか、まあ、そういうことをし始めると、えー、ハイブリッドで常時連携したりなんかすればするほど、ネットワークのコストっていうのはすごくこう跳ねてくる部分ではあるんですよね。ですので、えー、まあ、オラクルの場合としては、そこに対するこうできるだけ、えー まあ負担をかけないと言ったらおかしいんですけれども、えー、最初の10テラバイトまではまあ無償にする、まあ、これ、かなり大きな差ではありますね。ままた単価についてても抑制ししおりますし えー、特にオンプレミスとつなぐような平役も接続という形であれば、そこの課金は、重量課金はなし、あのもちろんあの接続するためのポートの料金というのはかかってきますけれども、えー、そこ以外の部分のネットワークの重量的な部分というのは一切課金がないというところが、平役貿の中では特にポイントになるかなと思います。 ですので、一足飛びにクラウドに行くのではなくて、段階的にハイブリッド、そこからえー段階的にクラウドにリフトしていく、シフトしていくということであれば、こういったところのネットワークコストも十分にえ検討しながら進めていく必要があるかなというのはポイントの1つですね。と、はい、ということで、 オラクルクラウドインフラストラクチャー自体が、まあ、そのコストパフォーマンスという意味で、えー、単純に低価格っていう意味ではなく、えー、価格に応じたそのしっかりとした性能を提供できることで、合、えー、理的で最適なコストでのご提供させていただいているということをお話ししましたけれども、えー、もう一つ観点がですね、少しあの変わるかと思うんですけれども、ハイパフォーマンスコンピューティングですね、HPC、あのものすごい 高速な、あの汎用的なシステムだけじゃなくて、えー、特にその大規模な計算を大量のリソース使って計算するようなシステム。まあ、こういったものについても対応できるように、えー、サービスとしてはご提供させております。それがあのハイパフォーマンスコンピューティング、例えば GPU であったりだと思うんですけれども、あとはあのスーパークラスターですね。そういったところが提供できる。まあ、ここはあの ネットワークに関してあの非常に2ホップ以内でみたいな話を先ほどさせていただいたんですけれども、ああいった設計がよりよく効いてくるものになりますし、それに加えて HPC 向けには抗体域で超低遅延なあな RDMA のネットワークですね、えー、こういったものを準備しておりますので、えー、まあグローバル40以上のリージョンで提供させていただいておりますので、ここはあの お使いいただくと、よりそういった特殊なワークロードに対しても対応できると。でまあ、いろんなところでお使いいただいているのはあるんですけれども、例えば国内でいうと、あの事例化させていただいているところでは、スバル様ですね。特に車の設計とかそういったところのシミュレーションでは、そういった計算というのがすごく大きいと思いますので、まあ、最大数万コア。 にえこう渡るようなワークロードっていうものをオンプレミスでやっていくと、もう壮大な設備投資になりますよね。で、こういったものをえクラウドのワークロードの方にリフトしていくっていう意味で、計算時間もあのものすごくこう短縮できますし、開発自体の 効率っていうのも向上していくという意味では非常にこう貢献できているのかなということで、まあ、あの事例にもさせていただいておりますとおりこういったハイパフォーマンスコンピューティングこういった環境もお試合の中でご提供させていただいておりますというお話でございます。 ということで、あのー、堅牢なクラウドという1つのキーワードをもとに <laughs>、それを構成する3つの特徴ですね、えー、ミッションクリティカルワークロードに対応するといった内容であったり、非常に高いセキュリティそれから <laughs> 圧倒的なコストパフォーマンス、まあ、ここの部分に関して、えー、お話をさせていただきました。 これからクラウド化するっていうような場合でも、ハイブリッドな構成で段階的に使っていく、そういったような話ももちろんですし、クラウド間でですね、クラウドプロバイダー間で移行するっていうような話も多くございます。ですので、クラウド間で連携する場合でも、OSI、非常に一つの。 デプロイメントとしては貢献できるようなサービスとなっておりますので、こういった特徴があるということをご理解いただけるとありがたいかなというところでございます。ということで、ちょっと長めに OCI の特徴ということでお話をさせていただきました。で続きまして3つ目ですね、OCI をお使いいただくためにということで、まあ、あのせっかくこういった私ども自身もあの自信を持ってご提供させていただいているサービスになりますので、 まあこういったものをお使いいただくという意味では、えーまあ、ど,うやどういうふうに使う上でえで、ー、必要な情報があるかということになるんですけれども、まずその契約体系のモデルですね、ご購入いただく際には、あの重量課金で、えー、お使いいただく、ペイアーズ y o 使ったら使った分だけというような後払いのパターンと、 えー、アニュアルフレックスと言われるあの年間で、えー、ある一定額を先にご契約いただいてそれを順次あのお使いいただいて消費していくでまあ,あの足りなくなってきたり、えー、よりその上限に使うのでっていうことであれば、まあ、そういったようなところを弊社の営業とご相談いただいて、まあ、ご契約を更新していくというような形になるかなと。 どちらのパターンでも従来、オンプレミスでライセンスをお持ちであれば、そのお持ちのライセンスをクラウドに持ち込むというような BYOL ですね、これももちろんありますので、このあたりはですねあの具体的にはご相談として弊社にご相談いただく、もしくはすでによくやり取りをされているようなあの弊社から見たときのシステムインテグレーターのパートナー様ですねにご相談いただくと、より最適なあの契約の形態が見えてくるのかなと思いますま。基本はこの 2つというふうにご理解いただければいいのでで。オンラインでもあの概算見積もりができるように、コストエスティメーターなんかも準備しておりますので、ぜひこちらご覧いただければと思います。でオンプレミスの、まあ、弊社のソフトウェアをお使いいただいていて、サポート契約をお持ちであれば、OCI、まあ、をお使いいただくときに、まあ、この リワード、ポイントみたいなものをです、ね、獲得いただいて、それをサービスの費用のにまに補填するみたいな、そういうサービスもありますので、ぜひ依存で,です、ね、ソフトウェアをお持ちのお客様であれば、こういったところにも目を向けていただけると、よりコストとしてリーズナブルかなというところでご紹介させていただきました。でそうは言っても あのエンジニアリングの支援っていうことで、えーまあ、リフトしていくために、えー、不安だよということはよくあると思います。あの弊社にも専任人のエンジニアチームおりますので、えーまあ、費用負担なしで、えー、最初の第一歩のお手伝いなんかを,をさせていただくっていうような、クラウドリフト検討に関するご支援のサービスも準備しております。これれ、まあ、内容にによると思いいますのであのでぜひ弊社の営業にご相談いただければ え何かしらの形でご支援させていただくことができるかなというところで、OCLS ですね、ご紹介させていただきました。特にそのエンジニアさをだん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 こう内政で増やしていくということもあのお考えになられる方も大勢いらっしゃるかと思います。ですので、弊社ではですねオラクル・ユニバーシティエデュケーションのプログラムをご提供している部門になりますが。 こちらの方で、OCI、えー、に関する学習プログラムの方を提供しております。まあ、無償のものもありますし、有償で資格を取得するようなものもございます。えー、他社のおクラウドの経験者様向けに提供するような、えー、プログラムもございますので、ぜひあの、<laughs> 今、ものすごく取っていただいている方、大勢いら, <laughs> いらっしゃいますので、ぜひこちらの方もですね、えー、見ていただけると、今後の、まあ、特に内製化を考えていらっしゃるお客様には、 この辺り特に重要になってくるのかなということでご紹介させていただきました。でもちろんあの、無償で,です、ね、そのエンジニア様向けにさまざまなサポートコンテンツ準備しております。チュートリアルであったり、ハンズオンであったり、えー、ベストプラクティスみたいなものを書いたアーキテクチャーセンターという情報源だったり、またあのコミュニティとしてはエンジニアがデベロッパーのデベロッパーによるデベロッパーのためのコミュニティということで。 オ,ラクルコードオンラインというものも提供しておりますので、ぜひこちらもご活用いただけるといいのかなと思います。で、まずは使ってみたいということであれば、あの無償でお使いいただける、まああの、全サービスではないんですけれども、あのこちらに書かせていただいている基本非常に基本的なあのインフラのサービスであれば、えー、AlwaysFree という、えー、クラウドサービスのご提供をしておりますので、 こちらは無償でお使いいただける、いろいろなキャッチアップをしていくですとか、とりあえず検証してみるですとか、そういったところにお使いいただけるものとなっておりますので、ぜひご活用ください。主要な情報に関しましても、これ、資料は後ほど公開させていただきますので、リンク集として、こういったところもご活用いただけるとありがたいかなと思います。 それからエンジニア様向けには、ほぼ毎週ですね、のこのウェビナーはとは別で、もう本当に技術技術した内容にはなるんですが、コードナイトということで、様々なテーマをもとに配信を、オンラインで配信したり、オンサイトで実施したりしております。ぜひ、コードナイトイベントページの方をご覧いただければ、最新のイベント情報が出てくるかと思いますので、ぜひご参加いただければと思います。 それからコミュニティですね。あのユーザー様で構成されるユーザーコミュニティというものがございます。これはあの決してオラクルが何か運営しているとかそういうことではなくて、OCI をお使いいただいている方々による、まあ、のユーザーコミュニティになりますので、まあ、ちょっとあのせっかくですので、この場を借りてご紹介をさせていただきました。毎月第3火曜日に開催しているものとなりますので、ぜひこちらの方ですね、ご参加いただけると、より 普段では聞けないような生の声が聞こえると思いますので、ぜひご活用ください。えー、各サービスのです、ね、細かい一つ一つのこう、こんな機能のアップデートありましたみたいなものは、月次でサービスアップデートとして、えー、ブログで配信させていただいております。えー、こちらのほうを定期的にご覧いただければ、最新の機能アップデートについての情報が得られるかと思いますので、ご参考ください。 ということで、お試合を使いいただくための情報をお話しさせていただきました。で、ここからはですね、あの前回この初めてのお試合というウェビナー自体をやったのが1月の24日だったんですけれども、それ以降の情報を踏まえて、少しこう最新のトピックスということで共有をさせていただきます。ええー、まあこの 広報が配信しているプレスリリースですね、こちらの方をあをご覧いただいた方もいるかもしれませんけれども、実は前回、このウェビナーやって以降、です SARS、ね、関連とかもたくさんあるんですが、これ以外にですね、特に OCI に関連したところだけピックアップしてみるだけでもかなり数があります。 ですので、まあ、これ一個一個説明していくとなんですので、えーまあ、5つのカテゴリーで少しですね、えー、最新情報という形でご提共有させていただきます。まず1つ、オラクルクラウドワールドツアー東京ですね。これはあの、4月18日にフラグシップイベントとして開催させていただいたんですが、えー、グローバルではですねあの毎年年に1回、ラスベガス、まあ、前はオラクルオープンワールドという形でサンフランシスコで開催しておりましたけれども、 現在、形を変えて、オーラクルクラウドワールド、ラスベガスという形でやっていたんですが、それをですね全,国全世界何拠点かでまあツアーという形でやって、4月18日には東京に来たということでした。リアルイベントということで、大勢の方にご参加いただいて、多くのお客様にスピーカーとしてですねご登壇いただいたというのもありましたし、 特にそのレッドブルの F1 のですねレッドブルレーシングチームのシミュレーター、レースシミュレーションの仕組みがデモブースにあったりですとか、あとまあサッカーのプレミアリーグですね、プレミアリーグのアナリティクスっていうのはオラクルのアナリティクスの仕組みを使っているんですけれども、そこの優勝トロフィーがですね警備員付きで展示されていると。 まあちょっとあの写真はあの公開できないものなので、本日ここでは掲載できませんけれども、そういったものがあって、すごくこう大盛況でしたが、私ども、社内の人間からすると、ですね CEO のサフラカッツがイベントで日本に来るっていうのは、実は初だったんですね。ですので、それだけでもすごいこう社内的にはあのびっくりした話ではありました。さらに、ですねこれは私自身もそうなんですが、全然。 発表されるまではあの知らなかった情報ではあるんですけれども、あの開発投資、まあ、データセンターの投資だったりっていう、その設備投資も含めて、人員の投資も含めて、えー、これだけあの数字をしっかりと明言したニュースリリースっていうのは、私自身もあの正直、えー、覚えがないぐらいあの、インパクトの大きい発表だったというふうに理解してます。これはあのサフラカッツ が来たたことでも、まあ、あの発表になりましたし、えー、記者向けに、あのーえー、米国のですね、えー、駐在の方も同席する形でプレス向けの発表なんかあの記者会見なんかもさせていただいたんですけれどもあのとにかく日本に対しての投資ということで、えー、ものすごいこう やっぱり注力をするし、そこにニーズがやはりお客様からあるということもあって、えー、どん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 拡大していくということが発表されておりました。これはもうあのニューステレビのニュースとかでもですね。あのすごく取り上げられてまあ、私が知る限り少なからず、ここ10年、20年の中ではあの1番こう盛り上がったと言ったらおかしいんですが、すごいニュースだったんじゃないかなと思います。 であのサフラカッツで喋ったものも含めて、基調講演、全セッションではないんですけれども、基調講演に関しましては、オンデマンドで、えー、公開しておりますので、ぜひこちらの方ちょっとメールアドレス登録いただくか、もしくはもうすでにアカウントをお持ちであれば、えー、見れると思いますけれども、えー、オンラインで見ることができます。えー、ぜひこちらの方もご覧いただけると、臨場感が味わえるのかなということで、共有させていただきました。またあのこのイベントにあの ひもづくというわけではないんですけども、その前後する形で、えー、発表させていただいたのがオラクルアローイですね。このアローイというサービスは、まあ、OCI そのものになるんですけれども、それを、えー、ご契約いただいたあーパートナー様に、えーまあ、ごお使いいただいて、それを自社のサービスと組み合わせて、まあ、使うというような形ですね。で既に、あのー NRI 様はデータセンターで稼働が開始して、ご提供ができているという状態にもありますし、よりそのイベントと同じくして発表になった富士通様との協業ですね、まだあの導入が決定したので、今、まさにそのサービスに向けて準備が進んでいるところではありますが、えー、まあ戦略的協業という形で発表させていただいた、これもあのかなり大きなニュースになっていたかと思います。 ですので、まあ、単純にクラウドサービスを使うというだけではなくて、それを自社のサービスに取り込む形で、クラウドのプラットフォームを、特に日本の要件に合わせる形で提供できるようにですね、えーまあ、やっていくというところでは、こういったところがますます増えてくるんじゃないかなということで、ご紹介させていただきました。で、2つ目ですね、えー、オラクルクラウドワールド、今、ツアー東京ということで、2023のツアーの お話をさせていただきましたが、すでに2024のラスベガスですね、の方も準備が進んでおります。こちらもあのサイトの方で申し込みとかですね、そういったものが進んではいますけれども、9月の9から12の週、ここでラスベガスで開催となりますけれども、ぜひこちらの方ですね、お申し込みいただいて、最新情報を。 えー、現地で体感していただけるとすごくいいんじゃないかなと思います。で、おそらくですね、このクラウドウェビナーでも、あの9月のこのクラウドワールドの直後ぐらいですかね、になると思いますが、あの最新情報をまとめて、まあ、日本語で解説できるようなセッションをご提供したいと思っておりますので、まあ、あのこの部分に関しても、えー、アテンションを張っていただけるとありがたいかなというところです。 それから3つ目、クラウドパートナーシップの拡大ということでのご紹介です。これもう本当に直前の、このウェビナーの直前というか、先週の発表になるんですけれども、Google Cloud とのマルチクラウドパートナーシップですね。今までマイクロソフトさんの Azure とのパートナーシップというのはすごくこう、 進んでいたんですけれども、そこに加えて、Google さんとも連携をしていくということで、もうすでにですね、インターコネクト自体は接続ができている状態になりますが、ちょっとこの発表の中に書いてあるとおり、オラクルデータベースアット Google Cloud こちらにつきましては、まだ提供されておらず、今年の後半にですね、提供されてくる形になるかと思います。ですので、今後ですね、今、 オラクルの OCI の環境と、えー、Google クラウドをつないで、えー、アプリケーションのワークロードはどっちにあって、データはこっちにあってみたいな、あそういうマルチクラウドの構成の組み方はもちろん可能となっていますし、今後、オラクルデータベース自体が Google クラウドのところで、えー、OCI のサービスとして動くことができるという、まあ、そういったような発表になりますので、まあ、どんどんどん,どんそのマルチクラウドというところの展開が加速しているかなと。 いいうようよな発表でございますでもう一つですね、OpenAI、えー、Microsoft AzureAI プラットフォームの拡張として、まあ、OCI をご選択いただいた。Azure との協業というのは、すごくいろんな面で加速してはいるんですけれども、まあ、今回ですね、ここの部分で、えーまあ、実際には OCI スーパークラスターというその AI のきプラットフォームというか、インフラの部分にあたるものを、えー、いわゆる Azure の環境のさらに拡張としてプラットフォームを融通できるようなまあ、そういうようなパートナーシップですねまあ、ここはあの、まあ、正直、えー、あのベンダーで組むこういうところで組むっていうのはもう少し前では考えられないような世界なんじゃないかなと思いますけれども今ではこういったところの組み合わせというものもできるようになってきておりますのでまあ、今後もですねここの オープン AI、マチャット GPT とかですか、そういったようなところを使っている裏側では、こういったような協業が加速しているというふうにご理解いただけるだけでも十分かなと思います。ということで、あの従来、1ベンダーだけでビジネスをしていたという世界では、もう今、全然なくなっていて、さまざまなパートナーシップとともに、オラクルクラウドが活用,さ活用していただいているというような。 ところが、まあ、今お話しさせてあげたようなところになるかなと思いますけれども、ここからちょっともう本当にテクノロジー的なお話のところに関わる部分で、少しこれはご案内ということでお話をさせていただきます。5月の初旬にですね、ゴールデンウィーク中でしたけれども、オラクルデータベースの 23AI。 AI というのが最後、新しくついた名前になりますが、23AI のリリースがされました。アプリケーション開発をされる方向けにより良い機能を提供していく。また、ミッションクリティカルの部分は当然のながらカバーしていく。で特に AI に関しては、それをサポートしていくだけの機能をデータベースとしてたくさん提供していくというようなところがフォーカスポイントになっていたかと思います。 でリリースした後に、ですねあの開発の方からあーデータベースワールド AI エディションということでオンライン配信が行われましたけれども、こちらですね、あの一部のセッションについては日本語字幕付きで、えー、提供させていただいておりますので、これはのログインなしで、えー、視聴することが可能です。ぜひ、えー、見ていただけると、早め早めに情報のキャッチアップをいただけるかなと思いますが、えー、実はですね、23A、23AI 23の前は、 23C というあの暫定の呼び名があったんですけれども、ああ全く別物ではなくて、もそれ自体を AI というふうに名称が変わったとっいうものになるんですが、6月の27、28にですねえ弊社のオフィスのほうで、ウェビナー、ウェビナーじゃなくてセミナーですね、リアルなイベントとして、テクニカルな新機能セミナー、こちらのほうを開催させていただきます。もう一つですね データベースと合わせて、弊社の中でも重要なテクノロジーとして位置づけられているのが、ゴールデンゲートというテクノロジーになります。これはあのご存知のい方向けに少しだけ補足させていただくと、データソースですね、まあ、RDBMS だけではなくて、まあ、主にそのデータベースですとか、ビッグデータですとか、そういったようなテクノロジーの間で、データの変更差分というものをリアルタイムに連搬させていくというような。 あーデーータ連携のテクノロジーになりますこれもデータベースと合わせて 23AI というふうに名称をつける形でリリースがされました。で最新機能に関しましては、これはあのオンプレミスのソフトウェアもそうですし、OCI のサービスとして提供している部分も含まれるんですけれども、こちらの方の提供開始しましたというものを詳細機能に関して、えー、ブログにまとめさせていただいております。でまあ、早めにこちらを読んで、えー 概要をご理解いただくっていうのももちろん可能ですし、実はあの7月7日に、ですね、えーまあ、これ、録画もリモート配信も一切ない、あの完全音声とのイベントになるんですが、えー、オラクラ・アオヤムセンターの方で、えー、半日のです、ね、テクニカルセミナーを実施させていただきます。で最後、えー、時間も迫っておりますが、VMA ソリューションのお話ですね。あのーまあ 皆様も既にご存知の方も大勢いらっしゃると思いますが、VMware の取り巻く環境というのが非常にこう変化が激しくなってきておりますので、まあ、あのオンプレミスのものをクラウドに上げていくということが一つ寛容になるかと思います。ここ弊社の中でもあの取り組みとしては非常にあの力が入っていますので、ぜひえ営業担当とかにご,ご相談いただくといいかなと思うんですが、えっと 1>, 1月、前回のウェビナーをやった後にあの公開させていただいた事例として、サンドラック様の事例がございます。で、店、え、舗、ーまあ、拡大とかをしていく中で、えー、よりその VMware の加速化環境というのを拡張する必要があったという背景なんですが、えー、これをですね、オンプレミスに持っていこうとすると、えー、他のクラウドベンダーさんの環境であれば、割とその管理者権限、VMware の管理者権限が必要となるような ああところが実は提供されていないっていうところがあって、割と制限があったりですとか、まあ、そのまま持っていけないということはたくさんあるんですね。でところがオラクルの場合はそこの管理者権限に関する部分っていうものを、えー、許可されていますので、えー、スムーズにオンプレミスのものをクラウドに持っていく、さらに拡張するっていうことができるという意味で、まあ、ご採用いただいているケースが、まあ、サンドラック様もそうですし、他のケースでも多くございます。 とということで時間ギリギリではございますが、最新情報のほうをお話しさせていただきました。で最初、OCI のお話をさせていただいた後楽ク,クラウドインフラストラクチャーの特徴をお話しさせていただいて、まあ、それを使うために必要なさまざまな情報、最後に最新情報ということで、前回1月からの、ね、半年分ぐらいのアップデートを圧縮してご紹介させていただきました。 もしご商談も含めて、あの弊社の営業担当でも構いませんし、えー、弊社のです、ね、サービス窓口の方にコンタクトいただければ、さまざまなご支援させていただけるかと思いますので、ぜひご連絡いただけると幸いでございます。 ということで、えー、時間ギりギりのボリュームではありましたが、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。えー、引き続きですね、OCI、えー、もそうですし、日本ラクルのことをぜひ、えー、よろしくお願い申し上げます、えー。本日のセッションは以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。